幹線乗ったんですけど、ちょっと爆睡しました。昨日は動画の編集で3時頃まで起きたので、ちょうど眠いです。これからバスに乗って、日月潭の方に向かいます。1階にある5番です。台中からバスで揺られること約1時間半日月潭に着きました。バスでもしっかり寝たので元気になりました。台湾のスタバのかわいい、これドラッグ、ドラドラ日月潭マグ、裏こうなってる、かわいい、すごい。日月潭気持ちいい。かわいい、コンフェッティクッキーなんちゃら、おいしそう。前に打ち合わせ2時間終わってホテルにチェックインします。今日泊まるホテルはここです。おお、これからペリーで周遊ツアーなのか、あっちの対岸に行くのかはよくわからないけど、夕方のフェリーに乗ってみました。楽しみ。
約40分ほどのフェリー旅。気持ちかったね。さよなら。さよなら、ありがとう。明日6時に起きる。これ6時じゃない、5時に起きる。知道吗？水色大山，好、哦，那边有一座山叫做智卯山。今日は6時にホテルのロビーに集合して、ホテルの早朝アクティビティに参加してます。まずは日月山の朝日を見ます。你现在看的就是比较高的角度来看的，好、哦，你可以从这边一边看，走到另外一边石头那边。日の出を見に。行くのかと思ったらまだ日が昇ってない、昇りきってないままどこかに行くそうです。日の出間近だったんですけど、日の出は見ないみたいですきっともっといいところがある、うん、多分ね、きっとなんかあるんでしょう。ワンちゃんが、連れてきてくれます。どこかに日の出は7時過ぎらしいです。これだけ明るいけど、まだ日は昇らないみたい。みんなでこれからサイクリングに行きます。6キロぐらいだよね、うん、6キロのサイクリング。最高。朝日が見えました。来てよかった。Days without water along the sun's old road, we crossed over borders.Get where we are, and it's all for you. I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  did it all for you. It's all for you. It's all for you. It's all for you. 朝サイクリング2時間半。そうだよ。2
2時間半の朝サイクリング終わりました。最高だったね。ね、こうなんか日月潭の全てがこの2時間半にあった気がする、うん、そうだね。日月潭にもし来る際には必ずと言っていいほど朝のサイクリングのツアーに申し込むことをお勧めします。それかカヌーも良さそうだった。うん、カヌーも良さそうだった。そうだね、とにかく朝のアクティビティに何かしら参加するのがいいね。そのために来たと言っても過言ではないかもしれません。本当に最高だったね。本当に来てよかった。日月潭、この後はホテルの朝食を食べてから日月潭の有名な紅茶の工場に行って紅茶を買って帰りたいと思います。感無量。あっちの売店見て、うん、バス乗ろうか。まだあと20分ぐらいある。紅茶工場へのシャトルバスを待つ間に近くの売店をちょっと見てみます。そんなにこの日月潭の付近見て回るところはないんですけど、ホテルのオーナーさん曰く日月潭はいいタイミングで綺麗な景色と朝日を見て朝のんびり過ごすのが一番の楽しみ方だそうです。確かにそう思う。
の準備も終わって帰りましょう。As I'm lying next to you, the world goes quiet. Wish that I could make you see how you fit me perfectly in the fall. Fall for you. 最終まで電車に乗っていきます。It's been through it all. The one who私大丈夫かな。昔お父さんに突っ込んだ経験あるんだけど。